こんにちは、カオルンです。今日はですね、ビクターブランドからノイズキャンセリングがついていて、そしてね、めっちゃ可愛い新しい感覚のワイヤレスイヤホンが登場しましたので、こちらを紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン！ビクターの HAA30T でございます。イエイ！本来ビクターブランドってちょっとね、お高めの製品が多くて、だけれども音をね、めちゃめちゃ重視していますみたいなね、製品が多いと皆さん認識されてると思うんですけれども、今回はですね、音はね、それなりに重視しつつ、コスパがめちゃめちゃいい、そしてね、ノイキャンがついていて、ちっちゃくてめっちゃ可愛い、あとはね、他にも機能がね、めちゃめちゃありますから、そこら辺をね、しっかり皆さんに紹介しまして、本当にね、欲しいという方の手に届くようにね、レビューをしていきたいと思います。それではまずは基本スペック見ていこう。まず値段がですね、9900円ということで、1万円を切るね、めちゃめちゃコスパのいいワイヤレスイヤホンとなっています。次に色はですね、なんと5種類ございます。その色がですね、ブルー、ブラック、グリーン、ピンク、ホワイトのね、5種類になっております。めちゃめちゃ可愛いでしょ。僕はですね、赤目が結構好きなので、今回はピンクを紹介していきます。あとはですね、とっても軽くて、片耳が 4.2g、 これはね、果物のぶどう1個分に当たります。さらにですね、ケースもですね、28g ということで、これもね、野菜のトマトのちっちゃいやつ、このぐらいに相当しますので、めちゃめちゃ軽い仕様となっています。音質のね、コーデックはですね、 SBC のみということで、これを聞いてね、あ、なんだ AAC ないんだという方もいらっしゃると思うんですけれども、ここはね、音はね、ある程度カバーできているので、後で紹介をしていきます。さらにバスブーストモード、こちらもついていて、低音を感じれるというところです。あとはですね、ノイズキャンセリング、外音取り込む機能、そしてね、低遅延モードも搭載しております。そして通話の方もですね、片耳だけでね、通話ができたりとか、通話中もノイキャン、外音取り込みの切り替えができますので、ここら辺もサポートされております。イヤホンでの操作はですね、ボタンがね、タッチセンサーになっておりますので、ここでね、いろんなね、タッチをして、再生とか停止とか、曲のね、早送り早戻しなんかもできるようになっています。連続再生時間は本体が9時間、ケースが12時間で、合わせて21時間となっています。ノイキャンをね、使って連続でね、使用していた場合はね、本体が 7.5、 ケースが 9.5 の、合わせて17時間となっています。充電ケーブルはタイプ C をね、採用しておりまして、急速充電も可能になっております。充電時間がですね、たったの10分で75分の再生ができるようになっています。防水機能もサポートしておりまして、 IPX4 ということで、多少のね、雨風の中のそのしぶきっていうのは耐えられる仕様になっています。はい、ズームして皆さんと一緒に見ていきましょう。まずね、全体ですね、本当にね、ちっちゃくて軽いんですよ。そしてね、デザインもね、めちゃめちゃ可愛くて、今までのね、ビクターの高級感をね、少しね、こう残しつつも、そのね、上品さに加えて、こうね、近代、現代に近いようなね、こうストリートファッション、こんな感じのね、デザインになっております。そしてね、ここの金メッキの部分もアクセントになっていますし、何よりね、やっぱりいいなって思うのが、このね、ビクターのニッパーくんがね、書いてあるのがね、おしゃれになっています。でね、本当に軽くて、マジでね、持ってるかわかりません。なんだろう、何かに例えるのであれば、お菓子でよく売ってるうまい棒。あんな感じのお菓子を持ってるような、そういう感覚です。ケースもね、おしゃれなデザインになっておりまして、イヤホン本体とね、こうマッチするようなね、2色展開。ここら辺がピンク色でね、基本がグレー色。こんな感じになっております。こうね、蓋を閉じた時のニッパーくんもね、可愛いですよね。ケースも本当に軽くて、まあイヤホン本体よりね、ちょっとは重いんですけれども、なんだろうな、目薬1個をね、持ってるよりも軽いかなって感じちゃいますね。付属品もね、紹介していきましょう。まずね、こちらのイヤーピースですね。こちらが S、M、L のね、3種類になっていて、M はね、今本体につけております。そして充電ケーブルのタイプ C がね、短いのが1本と説明書。そしてね、パッケージがね、これもね、また可愛いデザインでね、おすすめしております。さあ、つけるとね、こんな感じになっております。本当にね、ちっちゃくて可愛いでしょ。プライベートでね、なんかこうファッションのね、代わりにつけてもいいですし、あとはね、スーツで仕事行く方、その方にとってもね、ちょっと一アクセントになってね、いいかなとおすすめでございます。実際につけてみると小さいですからね、そんなに出っ張るっていうことはなくてね、本当にすっぽりね、はまってるようなイメージかと思います。
でね、僕今まで結構ね、使える場面がね、あるんですけれども、たくさん使ってきてね、思ったのは、本当に軽いので、落ちにくいし、疲れにくいっていうね、仕様になっています。やっぱりね、イヤホンってね、ずっとつけてるとね、耳が痛くなるっていうのがね、あると思うんですけれども、それがね、少ないっていうのも、この製品の特徴かと思います。さあ、そしてね、肝心の音ですよ。こちらね、まず結論から言いますと、しっかりね、臨場感ございます。コーデックがね、SBC しかなくて、なんだ、AC ないじゃないかってね、思うかもしれないんですけど、そこに関してはね、EQ 調整でしっかりカバーができていますので、十分高音質なね、仕上がりになっております。ただですね、ちょっと注意していただきたい点が、以前ね、ビクターブランドから出してきました FW1000T というね、4万近くする高品質な機種。こちらにはね、全然叶いませんし、あとはね、それよりもさらに1個前の FX100T というね、機種ね、僕が紹介したことあるんですけれども、こちらにもですね、5000円ぐらい値段が違うので、ちょっとね、音質は同等かね、それ以下っていう感じになっています。なので1万円でねめちゃめちゃ高音質だっていうわけではなくて、1万円の中でのね製品の勝負だったら十分高音質でね勝てますよっていう製品なので、もうねめちゃめちゃね私予算があります、俺ありますっていう方にとってはね、もっと上を狙っていただいてもいいかなと思います。でね、音質のねモードを切り替える低音が響くねバスブーストモードっていうのがねあるんですけれども、こちらに関してもめちゃめちゃ低音が響くってわけではなくて、あくまでねそのそれなりにいいねベースの音質に加えてアクセントなんだよっていうところをね知っていただければと思います。さあ、あとはねもう一個このイヤホンでね特徴的なねノイキャンですよ。こちらもね皆さんにお伝えをしていきます。もうむちゃむちゃ効果がね効くっていうわけではなくて、低音から高音までね一定だけはねノイキャンをねしますよっていう性能になっています。なのでね、ガンガン周りの音をね遮蔽してくれるっていうわけではないんですけれども、結構ねストレスがなくなるくらいまでねうるさい音でもね遮蔽はしてくれてますので、そこら辺はね1万円を切る中ではね十分かなと思います。あとはね、外音取り込み機能なんですけど、こちらはねノイキャンと比べてねそんなにね良くはございません。まあ実際にね外音取り込みをねオンにした時に、例えばねお店でねレジでねこう何か会計をしてもらってる時の店員さんの声ぐらいだったらね、その距離的には聞こえると思います。ただねちょっと離れちゃうと、そのね聞きたい人の音だけじゃなくて他のもね結構ガンガンに拾っちゃってノイズみたいにねなっちゃうので、そこはね難しいかなと思います。まあ一個ねいいところをね言うのであれば、外音取り込みをねオンにした場合はその音楽の音量がね一定で下がるので、その下がらないの嫌だっていう方にとってはね、まあメリットかなと思います。さあさあ、あとはね低遅延モードですね。こちらね最近いろんなイヤホンでねゲームが快適にできますよっていうのでね流行ってきておりますが、こちらはね結構測定が難しいんですよ。あとはね、繋いでるスマホのね、こう種類によってもね、結構それがね、変わってきちゃうので、なんともね、言い難いんですが、ちょっとね、試しにですね、太鼓の達人をね、やってみてね、低遅延モードありとね、なしの時に、スコア変わるかなって思ったんですけど、実際に低遅延モードありの方がね、ちょっとだけ良かったですよ。なので、あくまでね、あって損はない、そんなね、機能になっております。まあね、低遅延モードのデメリットが音がね切れやすいっていうのがあるので、そこら辺をねうまく併用して家の中でねゲームやるときとかにね使うべきかなと思います。さあ、この後ねマイクの品質がどれだけいいかっていうのをね皆さんに知ってもらうために、通話時のね声をね皆さんに聞いてもらいたいんですが、これに関してはね詳しくはですね後日出すね A30T と何かのイヤホンを比較してね皆さんにねお伝えをしていきますので、まずはね簡単に僕の声ね今回は聞いてみてください。マイクテスト、マイクテスト。今ですね、HA-A30T をね、つないで話しています。皆さんね、僕の声ちゃんとね、明瞭に聞こえていますでしょうか？どうでしょうか？はい、ということで今回はですね、ビクターブランドからファッションに似合う新しい形のね、ワイヤレスイヤホン、こちらをね、紹介していきました。デザインがねめちゃめちゃ可愛くてね、そしてちっちゃいっていうのがね魅力的なので、何かねどんなファッションでもつけていればねアクセントになりますからね、そこら辺がね魅力的です。ノイキャン含めてねいろんなね機能がね盛りだくさんの中、1万円をね切るというねハイコスパのイヤホンであったんですけれども、コーデックはね SBC だけというところで、そこがね残念だったんですけれども、そこもね EQ はしっかり調整されているので音質もねちゃんとできておりました。若い方からね年上の方まで手に取っていただいてもね損をしないねイヤホンになっていますのでね、皆さんぜひねチェックしてみてください。
今日ね紹介した詳しい内容をですね下のね概要欄に貼っておきます。ぜひね見に行ってみてください。ということで今回のねカオルの動画面白かったよ、めっちゃ楽しかったよ、めちゃめちゃ役に立ったよとね思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル1000人をね目指してね本当に日々ね頑張っております。皆さんのねそのお力ぜひね応援してください、お願いします。それではまたね次回のカオルンの動画でお会いしましょう。バイバイ。